陛下、大将軍を信仰とし旧跡を賜うべきでございます。信仰となさいませ。陛下、大将軍を信仰となさいませ。我ら親子三人、義のために大きな功績がある。信仰になるのが、どうしていけないのです。言う通りにしよう。ふん。この占領の詩の中で、私たち親子を土壌やうなぎに例えているのは、どういうおつもりかな？ふん！どうかおやめください。お願いでございます。おやめください。お願いでございます。芝生の魂胆、知らぬ者はおらぬ。奴の無礼は許せぬ。義の皇帝である陳を顎で近寄って、なぜこんな目に遭わねばならぬ。もう恥ずかしめを受けるのは嫌だ。しかしながら陛下、宮中には告げ口をする者がおります。構わぬ。奴を成敗する。そちたちも力を貸してくれ。陛下、それはなりません。芝一族は長らく権力を握り、臣下たちも道理を忘れております。陛下をお守りし、ご命令に従う者はほとんどおりません。ここで我慢なさらねば、必ず災いを招きます。先のことをお考えになり、どうかご自重くださいませ。何と言われても我慢はできる。もう決めたのだ。死など恐れる。へわっ。陛下、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 陛下。このままにしておくと、我らにも災いが及び、一族もろとも滅ぼされる。今すぐ大将軍に訴え出て罪を逃れるのだ。何だと？臣下は主君のために死をも辞さぬものだ。お前たち、陛下を裏切るつもりか。待て、待てと言っておるのだ。秦は義の皇帝である。宮中に押し入り、謀反を働くつもりか。正妻、今こそ大将軍のご恩に報いる時だ。殺しますか、捕らえますか。大将軍の命令だ。殺してしまえ。ふっ。下がれ、無礼者め。制裁、何をためらっておる。陛下、陛下、陛
下、陛下。貴様たち、陛下を殺しおって。この男は引っ立てて行け。車の用意だ。直ちに九州へ参る。あ、陛下はどこだ。どこにいらっしゃる。陛下はこちらです。お、陛下。お、陛下、陛下。お、お、大将軍、しっかりなさってください。お気を確かに。大将、大丈夫ですか。大将軍。陛下、陛下。大将軍、しっかりなさってください。お気を確かに。大将軍。なんということだ。私は陛下をお救いできなかった。陛下、申し訳ありません。しっかり待ってください。一死をもってご恩に報います。どうされました。何をなさるんです。おやめください。大将軍、大将軍、今はまず騒ぎを鎮めることが大切です。そうでございます。それでは、そなたたちに頼もう。とりあえず、陛下の棺を太極東殿に安置してくれ。その後のことはまた改めて決め。